北レバノン県は、レバノンの北部にある県である。東に、レバノン山脈、西に、地中海が面し、気候も温暖。古くから、フェニキア人が住み始め、他民族の征服が何度も繰り返され、支配国の入れ替わりが激しかった。そのために、数多くの遺跡がある。県とはレバノン第二の都市、トリポリである。面積は1236平方キロメートル、人口は、 約79万人。単に北部県とも呼ばれる。かつては、レバノンの最北端までを管轄し、シリアとの国境と接していたが、2003年に、県北部のアッカール軍が分立しアッカール県となった、ため、最北端の県ではなくなった。レバノンの軍レバノンの県では、最多となる6軍に区分される。プロビンセスオブレバノン、statoids.com。 2021年6月28日閲覧。シティパピアレーションで、レバノン、アドミニストレーティブディビジョン。2021年6月28日閲覧。アドミニストレーティブディビジアンスオブレバノン。localiban.org。2017年9月18日閲覧。カウンティーズオブレバノン。statoids.com。T A T o I D S. Com 2021年6月28日閲覧、ありがとうございます。